はい、魔女エルフと魔法のランプのエクストラ1、真実の果実を見極めろ、エクストラ1ですね。こちらの方を、今回も CC1 のみのキャラ、のみでクリアを目指していくというところになります。相手の方ですね、デカキャラが2人いるというあたりで、こちらの配置したキャラが吹き飛ばされますというところで、かなり運ゲー要素はあるというゲームにはなっていますが、やっていきましょう。とりあえず最初は右下安定ですね。でそこで強くしていくキャラをポンポンと配置しながら、どっちがいいんだろうな。しれっとやっぱりいなくなっちゃいますよね。よいしょ。これでどこまで粘れるかですね。そのうちホームランが出て吹き飛ばされてしまうんで、カキーンとね。そうなったら諦めと。あらー、2人目も簡単に飛ばされました。これはちょっとピンチですね。テルルさんも落ちちゃったんで、という時も諦めずにやっていけば倒せるんじゃないかなと思います。あら、一発で飛ばされる。といっても結構ここら辺くるくるしてるだけでも結構削っていけるんで、なんとかなりました。というわけで下の方で狼ラッシュがあるので、そこら辺を耐えながら上の方で、この火の粉でキャラで削られていくんで、そこら辺はビビちゃんで焼き払うというところで対応していきます。で犬も倒し終わったというところで、メロンちゃんを上に持っていって、残りですね、退治を行っていくと。あら、爆発の巻き添えでやられてしまいましたが、結構忙しいステージになったんじゃないかなと思いますね。やっぱ2ブロックキャラばかりでは、狼のラッシュが止められないので、ある程度ブロックできるキャラですね。あとは、ホームラン食らわないことを祈りながら、クリアを目指すというステージになったんじゃないかなと思います。他にもいろいろなパターン攻略試していきたいと思います。無事できれば動画も上げていきたいと思いますので、そちらの方もご期待いただければと思います。動画いつも応援いただきましてありがとうございます。高評価ありがとうございます。引き続き頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。